皆様、こんにちは、木村佳子です。5月はですね、4月の後半から5月連休、気になる銘柄のいつもの公開が2本少ないんですね、そこでですね5月の2日月曜日に公開いたしました月間木村佳子の中で、ご案内した銘柄群のチャート分析、そしてファンダメンタルズ。 直近の気になるニュースなども盛り込んで、前半、そして後半編と2本、えー、補強することにいたしました。えー、ぜひですね、えー、今回の前半と、そしてもう1本、後半編をご覧いただきまして、月間木村よし子5月号と合わせて、銘柄のご研究に役立てていただきたいなと願っております。えー、それでは、えー、木村よし子の気になる銘柄、あ連休補足版の前半です。 ぜひ、銘柄のご研究にご活用くださいませ。それでは、スタートです。木村よしこの気になる銘柄付録版ですね。5月は連休の関係でですね、通常の気になる銘柄のコンテンツが2本ほど少なかったんですね。そこでですね、月間で取り上げた銘柄、まあ社名だけでですね、 チャートですとかファンダメンタルズに触れる時間の尺がなかったので、まあ、ここでですね、えー、付録版としまして、えー、このご紹介銘柄、月間でご紹介した銘柄のチャート、そしてファンダメンタルズをですね、何回かに分けて付録版としてお届けしていこうという趣旨で作りました。ぜひ、銘柄研究のご参考になればと思います。えー、さてですね、えー、月間木村よしこ5月号でご紹介した銘柄は、 あこの他にももう一囲みありました。これはまた別の機会にやろうと思いますけども、まあ、今回は、日立、助川電機、三菱商事などを、まあ、原発再稼働のですね、まあ、関連銘柄として取り上げました。そして、日本電信電話、マクニカ富士などなどはですね、この銘柄群は DX、デジタルトランスフォーメーション絡みで、まあ、業績が期待できるんじゃないか。 そして公営テクノホールディングスなども円安効果があるのではないか。まあ、そんな観点で取り上げた銘柄なんですけども、今回はまずは日立から行きたいと思います。コード番号6501日立製作所から研究してみたいと思います。よろしくお付き合いください。日立製作所といえばですね、昭和の時代には家電メーカーとしての存在感が大きかったですね。 まあ、ところが、技術革新の波に乗ってですね、様々なものを作れるようになってですね、世界的に有名な会社の一つとなりました。まあ、そこでですね、えー、いろいろ手を広げた結果、まあ、はっきりフェーズが、えー、はっきりしたものにならなかった、ならなくなってきた。そこで、まあ、この2009年と言いますと、まあ、リーマンショック3名アラの時ですね、2009年の3月期に製造業過去最大の赤字を計上したことをきっかけにもっとフェーズを キリッとしたものにしよう。わかりやすい会社として、中核事業を整理していこうということでですね、グループ再編を軸とした構造改革に踏み切ったんですよね。で、えー、それがだいたいメドがついてきたということなんですね。で、デジタル事業のルマーダの成長に全力をかけていくということを、まあ、中期経営計画などで歌ってらっしゃいますね。まあ、このルマーダ事業の売上の収益を2022年3月期の1.9倍の え、日を7000億円まで見てるよということでございます。で、この日立のですね、ホームページに行ってですね、収益構造の展望を見てみますと、現状、日立全体では2021年の段階の売上収益の8.3兆円を2024年に10兆円規模にしていこうと。そしてですね、このルマーダ事業を この1.4兆円規模から2.7兆円規模にしていこうという展望。そして基盤の IT、OT、プロダクト事業を6.9兆円から7.3兆円、まあ緩やかながら成長していこうという、そういう展望なんですね。まあなので会社のこれからのフェーズがキリッとしたところを評価していこうという投資を 考えてみたいと思っているところです。で、えーまあ、決算の癖っていうものがね、各社にありますので、まあ、日立はどんな癖があるのかなという点でですね、まあ、決算の内容を見てみることにしました。更新日は2022年4月28日です。まあ、こちら見ていただきますと、まあ、売上高に関しましては実績の方が会社予想よりも大きかった。まあ、これ、為替の影響もあるかと思いますけどね。 そして営業利益も実績の方が大きかった。まあ、ただしですね、えー、経常利益ですとか、投機利益、1、えー、株純利益などはですね、まあ、実績の方が会社予想よりもちょっと少なかったですね。で、1株配当が125円というところですね。で、クイックコンセンサスというものもありますけども、まあ、クイックコンセンサスでは、まあ、これから先、 えー、まあ、もう少し増配していくんじゃないかなというね、展望を持ってるようですね。まあ、一応、この会社の予想ベースと実績ベースの数字。まあ、癖といえば、経常利益と当期利益と人株純利益に関しては、実際はちょっと及ばなかった。で、会社はまあ、強気の予想を出していたわけですよね。で、売上高、そして営業利益については、 会社が予想してたよりも大きな数字だったという傾向を見ておきたいと思います。えさて、日立製作所のですね、2009年3月期に製造業過去最大の赤字を計上したところのチャートを見ていきましょう。ここですね、8月の6日高かったんですよね。そこから一気に、このなんか2009年3月期にえらい 赤字を計上するらしいよというところでガクーンと下がるんですね。でも実際の3月の段階ではもう折り込み済みということでですね、悪材料出尽くしということで反発していき、ずっと右肩上がりで上がっていきましたと。そして利益確定の売りが出てですね、しばらく揉んでまた上がってきたところ、市場波乱に巻き込まれて6100円程度の価格をつけているという状況ですね。なので、 まあこれから先の展望を、市場波乱を利用して買っていくというね、作戦で行くならば今格好のチャンスではないかなと思いますね。こちら見ていただきますと、日立製作所であっても、かつてこの直近でも5000円を割ったところがありますよね。まあこんなところがあったら格好の買い場ですけどね。なかなかそうは安く買わしてもらえないので、6000円割れというのを待ってみたいなというふうに思います。 次は三菱商事ですね。三菱商事のニュースに特に注目しております。まあ、ビル・ゲイツさんの2021年に立ち上げた脱炭素ファンド、ブレイクスルーエナジーカタリストに三菱商事は1億ドルですね。まあ、為替換算で130億円の出資を4月22日に決めたというニュースがありましたね。このファンドは水素、え再生航空燃料、空気中の二酸化炭素を直接回収する技術、 そして長時間エネルギーを貯める技術の4分野が投資対象です。研究開発を終えて実用化の目処が立つ事業に投資するんですね。で投資先の精査、そして投資実行の判断をするアンカーパートナーっていうのがいるんですけども、このアンカーパートナー、まあ、12社が選ばれておりまして、 マイクロソフトやイギリスのシェル、そしてアメリカのゼネラルモーターズなど、そうそうたる会社なんですね。で、アジア企業では三菱商事が初めてというのも、まあ、注目点ですよね。で、三菱商事は30年度までに脱炭素関連で2兆円を投資する方針で、まあ、このブレイクスルーエナジーカタリストへの参画はその一環であると。有望事業にはファンドを通さず、直接投資することもあると。 いうふうに表明しております。では、直近のチャートどうなってるかということなんですが、まあ、今日収録している日はですね、この12日の木曜日なんですけども、現状14時36分の段階で三菱商事は4177円というね水準ですね。まあ、それでも上がってるんですよね。市場が冴えないのに63円高。まあ、何しろ PR が低い3.7、7.3倍ですね。 で、PBR が1倍割れの0.90倍。配当利回りが3.59%。信用の倍率も重くもなく、まあさほど軽くもなく6.15倍。ということなので、まあまあ、あの、割安感がある中のブランド企業というところが、この市場があまりパッとしないところでも注目されるゆえんかなと思うんですが、 まあ、チャートの格好を見るとですね、まあ、できるだけ安く買いたいなという希望的な観測で持ってみると、まあ、3700円ぐらいがあればなというふうに思いますね。その3712円あたりにこの点点点っていうのは、まあ、ちょっと細かい字ですので見えませんけども、大体いいこの水準なんですね。まあ、こんなところまでちょっとね、市場波乱に巻き込まれて安くなってくれたらいいなという希望的観測を持って眺めているところですね。さて、三菱商事の決算の 単身を見ていきたいと思います。直近の単身ではですね、この収益は改善大きくね、伸びておりますし、税引き前利益も伸びてますよね。当期利益もす、すごい良い,い数字です。そして、まあ、様々あ、この検討した結果ですね、この非常に配当も期待できるという内容なんですよね。150円ほどもらえるのではないかなというね、見通しなんですよね。なので、 ま、株価波乱があって、もし安く買えたら、配当も増配傾向が続いているので、ま、お得感があるんじゃないかなと思うんですね。まあ、ただし、三菱商事と言いますと、ロシア事業がこれから先どうなるかな、ということを心配される投資家も多いと思うので、ま、その辺をちょっと兼ね合わせて研究してみたいと思います。 5月に発表されました三菱商事のですね、2022年3月期の決算端子によりますと、まあ、セグメント別の状況の中の一番目の天然ガス事業、この中にロシアが含まれておりまして、まあ、これが好調だっただけにですね、まあ、今回のロシアウクライナ問題でですね、どれほどこの部分で業績に影響があるかなということが懸念材料といえば、そうですよねで。あとは総合素材。 こちら、いろいろな対面業界において様々な製品を提供している。これは増益ですね。そして、石油化学ソリューション。こちらもですね、まあ良かったわけですよね。そして、金属資源。金属資源グループは、原料炭ですね。そして銅、鉄鉱石、アルミといった金属資源への投資開発などを通じて、事業経営に関わるとともにグローバルネットワークを通じた、鉄鉱原料、そして非鉄原料ですね。 製品における質の高いサービスや機能を生かして、供給体制を強化していると。これも、まあ、業績良かったわけですね。そして産業インフラですね。まあ、これは、あの、千代田加工建設宛ての投資に関する無形資産の減損損失などによって、まあ、現役となったんですけども、まあ、中には、その、産業プラント建設機械ですとか、宇宙関連の事業なども、この産業インフラ部分に含まれているんですけども、まあ、こちら、 まあ、あの、いろいろと光と影がありますよね。まあ、コロナの影響で、え、ちょっと滞ってる分野もあるでしょうし、また、この千代田加工建設そのものがこれから先相当数頑張ってくれればですね、まあ、この産業インフラにまた還元されるものもあるんじゃないかなと思いますね。そして自動車モビリティですね。これもまあまあ好調だったわけですね。まあ、三菱自動車工業における一過性損失のその反動が今回ありましたから、 まあまあ良かったわけですね。改善したと書かれてあります。そして食品産業ですね。こちらもですね、酒、マス、養殖事業における持ち分利益の改善などにより増益となっていますね。そしてコンシューマー産業ですね。こちら小売流通、物流、ヘルスケア、医療、タイヤなどの各領域において商品、サービスの提供と事業開発を行っている部門ですけども、こちらはですね、 この210億円という利益を上げまして、まあその942億円の改善となりましたと。これは前年度に固定資産、固定資産の減損損失等に計上したローソン宛てののれん及び無形資産の損害ですね。減損のこの836億円の反動が今回は改善したということですね。そして電力ソリューション。 こちらはですね、国内外の産業の基盤である電力水水関連事業における幅広い分野をカバーしております。この発電事業、送電事業、電力トレーディング、電力小売事業等に加えましてリチウムイオン電池の製造や分散電源事業等の電池サービス事業、水素エネルギー開発などを行っているセグメントですね。こちらも増加となっております。 えそして、まあ、こういう時には海外の発電資産等を売却したりしてですね、まあ、増益の要因を作ったりするわけですね。そして複合都市開発。こちらは都市開発、不動産、企業投資、リース、インフラなどの分野におきまして、まあ、この部分は航空機リースのね、この損害がありましたけども、え代わりに、 北米不動産開発事業における物件売却益などがありまして、こちらも増益となっておりますということですね。今言えることは、2022年の5月11日時点で、この2022年3月期決算は好調だったものの、ロシアの問題があるので、若干今後純利益に影響が出ると会社予想を しておりますね。まあ、これは、あの、会社の予想、そして周囲のアナリストの予想よりも若干、このコンサバティブすぎるんじゃないかなっていう見通しも言われてるところですね。まあ、私の予想としましては、よほどのことがない限り、個人投資家においては増、増配の恩恵を受け入れられそうだなというふうに思います。まあ、投資方針は、市場波乱で、つどつど買い増しの作戦が報われそうだなというふうに思っております。 まあ、三菱商事側ではですね、ロシア関連、前期2022年3月期ベースのその純利益ではですね、130億円の損失を計上しておりまして、ロシアの関連は第三四半期比で500億円の資産価値を減額したということですね。直接的なロシア・ウクライナ関連の影響は約200億円程度は織り込んだのではないかというふうに見ているようですね。 ま、結局のところですね、日本企業にとりまして、まあ、ロシアのビジネスをどう位置づけるのかということは、まあ、相当、お考え抜かないといけないですねよね。え、騒動が落ち着いたらまた戻っていけるというふうに想定しているのか、もうその、ロシアにおける事業をみんな捨て去ってですね、もうロシアとこれから先、えー、ほぼ取引をしない、そういうふうにしていくのか、 ま、ここが考えどころですよね。まあ、三菱商事ほど世界各国にネットワークのある会社ですと、まあ、ロシアが何ぞごとあってアフタープーチンの状況になりました時には、まあ、アメリカあるいはイギリスなどの企業と組んでですね、また再活動していくっていう手もあると思うんですよね。なので三菱商事の今後につきましてのロシアビジネス、まあ、フェーズが変わるんだろうというふうに予測するのが、現実的かなと思いますね。 今までそのロシアをパートナーとして何かをしてきたのは捨てて、今後アフタープーチンで新たにロシアが生まれ変わるときに英米資本と組んでロシアでインフラ関連あるいは天然ガス関連の仕事をしていくっていう展望を持つならば、まちょっと2、3年は型がつきそうにないので、次のロシアのプーチンさんの再選がなく新たなリーダーが出てきたときにまた ロシアビジネスっていうのがフェーズを変えて出てくるのかなというふうに思いますね。なので、まあちょっとこの辺はあ会社が9.3%今走ってる現役だよと言ってることの意味をよく考えてですね、安いところを買っていきたいなというふうに思いますね。で、買い増しゾーンと想定をしたところと言いますと、まあこの囲みのところなんですけども、買い増したいなと、今ここにいるわけですよね。で、ここに突っ込んでくればね、もう格好の解体、 タイミングなんですけども、なかなかそうはいかないと思いますので、まあ全力で買うっていうのはね、まあよっぽど下げた時ですよね。なのでちょっと打診買いをするにはですね、この3700円どころ待ちっていう姿勢がいいんじゃないかなというふうに思いますね。まあ今年は何があるかわかりませんよね。えー、中間選挙、アメリカでは中間選挙があって、えー、そして、えー、イーロンマスクさんがね、ツイッターでトランプさんのアカウントを復活させようなんてしてますからね、どうなるかわかりません。 なので、まあ、その、どうなるかわからないときに、えー、三菱商事の買い増しを考えたいなと思っているところでございます。まあ、月刊金村よし子5月号ではですね、まあ、この銘柄以外に、もう一囲み銘柄をご案内してるんですけども、チャートをお付けしていませんでしたので、えー、このね、5月は連休であまり本数を作っておりませんので、折々にこのね、 補足号として、付録号としてアップしていきますね。まあ、今日できなかったスケガワですとか日本電信電話、マグニカフジなどは、またこの付録号で触れていきます。そして、こちらにも囲みがあったので、その銘柄もおいおいアップしていきますね。まあ、そうこうしているうちに6月になっちゃうんですけどね。ぜひ5月号の付録版を時々アップしますので、ぜひ引き続きご覧ください。 さてですね、あのー、これは明日の木村よしこでやろうと思ってるところなんですけども、あの、日本成功渉どうなりますかもう上場配信になっちゃうんですかというね、ご心配なコメントをいただきました。いやー、今日はえらい反発しておりますですよね。やっぱり原発動かせっていう声が聞こえてきましたね。なんか私はちょっとデキレースっぽくってなんか気持ち悪いんですけどね。原発動かせ動かせっていう声が高まってくるとともに、日本成功渉 あら、この間のドッキリのあのニュースは、会話作りだったんですかというような動きでしたね。まあなので、原発関連というのはですね、まあ良くも悪くも注目度が高いと思います。まあ日立ですとか三菱商事、助川電機などは、原発関連の銘柄としての側面もありますからね。まあその日立、助川電気三菱電機なども、 お同行こ,これから先も楽しみにしておきたいと思いますまあ市場派の時にはね突っ込んだところを買いたいなと思ってワクワクして市場を見るその前向きな気持ちがね大事ですよねというわけでまた付録号を見てください皆様いつもご視聴ありがとうございます評価ボタンを押していただくと動画を作る時のヒントになりますまたですねコメントをお寄せください 皆様がどのようなことをお考えになっているか、知ることができるととても嬉しいです。またですね、チャンネル登録をいただきますと励みになりますので、よかったらお願いいたします。それでは引き続き、ぜひこの動画とお付き合いくださいね。また様々研究してお届けしてまいります。